はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルのショーが今日は独身術をお送りいたします。よろしくお願いいたします。独身術。まあ、人の心の中を読むということですね。まあ、忍術じゃないですけれども、まあ、独身術ができる人っていうのは世の中に何人かいるんですよ。まあ、イギリスにいましたよ。あの、イギリス人ですけど、もう本当にね、人の心の中を透かしてね、まあ、見えてしまうように。 この人はこう思ってる、こういうふうに考えてるんだとか、わかるんですよ。それはなぜわかるかって言ったら、顔の雰囲気だったり、目つきだったり、その時の仕草だったり、まあ、いろんなことでわかるんですよね。まあ、そういう人っていうのは稀にいるんですよ。でもそういう人間の独身術を読む人の話ではありません、今日は。今日はの AI の技術の独身術なんですね。これはの日本の学者がですね、大阪大学の ま、研究チームが行った実験、AI を用いた実験なんですけど、あこれはすごいですよ。人工知能を用いてですね、まあ、あの脳をどん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 スキャンしていって、輪切りしていった、まあ、そういう写真をね、画像をどんどん AI に見せていくんですよ。で、この時にこう思った、こういうふうに考えたっていうことをしゃべりながら見せていくんですよね。 そうすると AI はこの人間はこの脳の状態の時にこんなことを思った考えたなるほどなるほどっていう学習をしていくんですよ。で、それをもう延々続けたんですよ。1万枚。すんごいですよね。一人の人間のまあ脳を1万枚スキャンしてこの時にこう思った、ああ考えた、ああいうふうに思ったっていうのを まあ怒りの感情とかもわざと入れたりとか、まあ、悲しみの感情とか、全部もう入れて、まあ言葉にして、まあ、この時はこういうことがあって悲しかったんだとかね、全部入れてったんですよ。で、AI が、まあそれを全部、まあ、読み取って生成して、その結果、このね、一万枚の画像の脳の持ち主の心の中を、 的確に言い当てるようになったんですよ。今あなたは寂しいですね。とか言いながら。おお、そうそうなんだよ。ちょっといろいろあって昨日ねって言って。その寂しさは一人で生きていくことが辛くなったのですね。とか言うんですよ。よお、そうそうなんだよ。とか言いながら。もうね、心の中がある程度 まあ、透かして見えるみたいなね。そういう AI が出来上がったんですよ。怖くないですかまだこれ初歩の、初期の段階ですよ。これ、このまんまいろんな人間の脳を画像とね、その思ったことっていうのを入れていくと、どうなるかっていうと、まあ、あらゆる人間のもう表情とか、今度はあの顔つきとかね、目つきとか、そういう画像も入れていくわけですよ。そしたら、 ほとんどの人間のね、あ、この人はこういうふうに今思ってるんだとか、それがだんだん具体的にですよ。ちゃんと言葉で心の中を説明し始めるんですよね。あとは心の中に絵が浮かぶこともあるじゃないですか。海のね、灯台があって、岬があって、荒れた海の景色を思い浮かべてるとか、まあ、そういうふうな、まあ、脳の 画像も入れていくんですよね。で、説明して、こういう時はこういう絵を思い浮かべていたんだっていう、そういう絵もまあ見せるわけですよ。で、その実験も何回も何回も繰り返せば、まあ何が起きるかっていうと、人間が何か景色を思い浮かべた時にも、あ、こんな絵を今思い浮かべてるんですねっていうふうに、その絵を鮮明に写真みたいにして、AI が再現してくれて見せてくれるわけです。 もうね、これが進んでいくとね、あの、嘘発見器のすごいやつですよね。だってもう心の中の言葉は全部分かってしまうので、じゃ何が起きるかっていうと、例えばあの、人をね、あの、とんでもない、陥れたいっていうね、衝動に駆られたときに、もうそれで捕まっちゃうんですよ。警察に。あなたは人を、 あの、A さんをこういうふうにしようと思いましたねとか。それでもう、逮捕されちゃうんですよ。そういう時代がやってくるんですよね。え、いや、だけど何もまだしてないじゃないか。いやいや、もう、それは犯罪なんですっていうことですよ。だからそういう映画がね、昔あったんですよ。見たことあるんですけど。要するに、これから何か悪いことをするって思っただけで、AI がそれを察知して、捕まえちゃうんですよ。で、あなたは、 悪いことをしようと思ったから、まあもう逮捕ですっていうふうにね。であ、もちろん、あのー、入れられちゃうんですよね。刑務所に。で、え、いや、まだ何にもしてないじゃないですか。いや、もうやる気だったのは分かってるとか。そういうふうな。まあ未遂ですよね。だからね。何々未遂になるわけですよ。でもそういうのっていうのはどうなんですか人間って心の中って自由だから、 ねあの、例えばパートナーとね、お付き合いしてる人と喧嘩しても、もうほんとこんな人、もう本当死んじゃえばいいのよと思うことあるじゃないですか。でもそれもダメなんですよ。もう未遂なんですよ。いきなり AI 警察が入ってきてロボットみたいなのが、あなたを逮捕します、というのねで。で、あの、逮捕されちゃうんですよ。だから喧嘩もできないですよね。で、心の中でそういうのに思っちゃいけないんですよ。いや、だけどなんか嫌だな。心の中ででも人間っていろんなこと思うじゃないですかね。 いろんなことを思うはずなんですよ。で、それでもう事前に AI が察知して、なんか、あの、連れてかれちゃうんですよ。でそういう時代がやってくるかもしれないということですね。うん、これは難しいですね。だから心の中でいろんなことを想像しちゃいけないんですよね。でも漫画家の方っているじゃないですか。で漫画描くときに、まあ、いろんなね、よし、ここで相手を、よし、えー、右フックでぶっ飛ばすとか言ったら、も、ま、う、あ、AI が入ってきて、 あなたは誰かを殴ろうとしていましたねとか言いながらね、連れてかれちゃうんですよ。犯罪予備軍だとか言ってね。その未遂だとか言うんですよね。いやいや、私あの漫画を描いてただけですとか言ってもダメですとか言ってね、あなたにはその可能性がありますとか言いながら、これってもうめちゃくちゃになるんじゃないですかね。でもやがてそういうなんか時代がね、まあ随分先でしょうけれども、やってくると思いますよ。 今もうそっちの方向に今走っていっちゃってるんですよね。もうスタートしてしまっているので、AI が人間を管理する社会、そういう社会に間違いなくなりますね。なぜこんなこと話してるかっていうと、もうこの動画が AI に管理されて、いや、ほんとちょっと今わかんないんですよね。さっきもね、 あのー、ちょっと、なんだろう、その言葉がいけないから、ここで喋るとこれもダメになっちゃうかもしれないから、あのー、なんとか待つっていう、あのー、動画をアップして、いや、画像がいけないのかなと思って画像を修正して取り替えたりとか、いや、テロップは全部、もうちょっとテロップも、まあ、入れてないけど、題名のテロップがいけないのかと思って、あのー、全部変えたりとか、 で、あ、ここカットした方がいいのかなと思って、この言葉がいけないのかと思ってカットしたりとか、散々編集を7回やり直しても、7回ともダメなんですよ。不適合とか言って。で、あの、不適合って出ると、その後に、前ね、あの、1週間お休みしてしまったのは、その不適合って出て、ほっといたんですよ。いや、不適合ってなんだよ、わけわかんない。まあ、ほっときゃいいやと思って、広告が出ないぐらいだろうと思ってたら、 バーンされちゃったんですよ。不適合って、その予兆なので、いやまずいな、またバーンされちゃったと思って、まあ、すぐ削除して、で、またあの編集し直してって、7回やったけど全部ダメなんですよ。え、でも内容本当に、大した内容じゃないんですよ。全然。いや、これも言えないですよね。だってどこが引っかかってかわかんないんで。いや、びっくりですよ。 だから AI さんは暴走してますよ、はっきり言って。だって、本当に誰が聞いても大した内容じゃないんですよ。ああ、まあそんなことあるよねって、ああ、うちの近くもそうかなぐらいの内容なんですよ。全然社会的に打撃を与えるとかね、何にも悪いこと言ってないんですよ。でもそれなのに、ダメなんですよね。AI さん、いや、これ暴走してるなと思って。で、いろいろ世界のニュースを見ていたら、同じようなね、あの、ことが載ってたんですよ。 ですね。AI が独身術、心の中を読んでいくっていうことに、まあ、成功の兆しがっていうニュースをね。まあ、それが大阪の大学の、まあ、先生だったんですけど。いや、怖いですね。もしかしたらなんか間違えて捕まっちゃうとか、間違えて何かどうかなっちゃうっていうね。なんかそういうのなるんじゃないですか。なんか嫌な感じはしますよ。どっちにしてもね。うん、まあ。 これからね、まあ、人間少なくなるんですよ。この2年で相当少なくなるんですけど、これもいけないのかなこれが引っかかるのかなあの、まあ本当にね、まあ注意しながら皆さんね、あの何事にも注意ということで、まあ、頑張ってやっていきましょう。ね、応援しますんでね、ちょっと頑張りましょう。ということで、今日は、独身術をお送りいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。